安倍総、安倍総、安倍総、ー、ア現時2年2月4日、1865年3月1日、昭和24年、1949年2月10日は、日本の社会主義者、キリスト教的人道主義の立場から、社会主義を活発に宣伝し、日本社会主義運動の先駆者であった。また、日本における野球の発展に貢献し、日本野球の父と呼ばれる。 早稲田大学野球部創設者でもある。福岡藩市、岡本健之城の次男として、福岡市に生まれる。安倍政を名乗るようになったのは徴兵機費のためである。当時60歳以上の扶養家族がいれば、徴兵免除の特典が与えられたため、60歳以上の老人のいる家を探して、謝礼を支払い名義上安倍家の養子となる。1879年3月、 小学校を優秀な成績で卒業したが、明治維新後実家が貧しかったので、上級学校には進まず、地元の私塾公用義塾、現在の福岡県立周遊館高等学校の源流の一つに入門した。その後、同志社 A 学校、現、同志社大学に入学していた義兄が異想の才能を惜しみ、異想を海軍軍人にするために同志社に学ばせようと、父親を解き、 学士の援助を申し出たことにより同志社へ学校に入学することとなった。1884年同志社へ学校卒業、在学中、新島城より受礼。その後、ハートフォード紙、学校、アメリカやベルリン大学に学ぶ。1895年に帰国後、同志社教授を経て1899年、東京専門学校、早稲田大学の前身の講師となる。 1901年、社会民主党を結成するが直後に禁止。日露戦争では、非戦論を唱えた。交渉制度の廃止や、三次制限など、初期の女性解放、フェミニズム運動にも、積極的に関与した。1924年に、日本フェビアン協会を設立。1928年、第16回衆議院議員総選挙に、社会民主党から立候補し、 衆議院議員当選連続5回。また、東京市会議員も務めた。社会民衆党党首、社会大衆党執行委員長を歴任。1938年3月3日、右翼団体の指示を受けた、グレン隊によって襲撃された、詳細は、安倍移送襲撃事件を参照。1940年3月、斉藤隆雄が行った、 反軍演説の議員除名問題で反対の立場を示し衆議院本会議を欠席すると、初期長、麻生久志の支配下にあった社会大衆と中央執行委員会により、党首でありながら、鈴木文治、西尾末広、片山明、水谷調三郎らと共に党除名処分を受ける。戦後は日本社会党の顧問。1949年2月10日。 83歳で死去。なお、同志社時代の1898年に、有志学生と共に、日本で初めての大学生協、同志社消費組合を結成している。知識は、学習から、人格はスポーツから形成されると考え、特に、日本に伝えられて、日の浅い野球の普及、発展に力を注いだ。1901年には、 早稲田大学野球部の初代部長につき総計戦の糸口を作っただけでなく、日露戦争真っ只中の1905年には、同部で野球始発の海外遠征を強行し、野球発祥国アメリカで行われている数多くの技術、練習法などを持ち帰った。安倍らはこれを早稲田部内の秘伝とせず、著書や指導などによって日本全国に伝えた。これによって、 日本の野球技術発展の基礎をもたらした。また加納寺五郎らと共に大日本体育協会を創立した。1930年東京6大学野球連盟初代会長就任。1932年の早稲田大学野球部の連盟脱退問題で隕石辞任。1946年日本学生野球協会初代会長就任。こうした数々の功績から、 日本野球の父、学生野球の父と呼ばれる。早稲田野球部の本拠地であった、戸塚球場は安倍が創設者、大熊重信を説得して築いたもので、没後、安倍球場、合宿賞、安倍領と名称を改められた。没後の1959年、この年創設された日本野球殿堂入り、特別表彰。また2015年には安倍球場から移転していた。 練習用グラウンドの東伏見野球場が、安倍の生誕150周年を記念して、安倍層記念野球場の名称に改められている。1904年春、野球部の集会が開かれた時、安倍は、もし諸君が一校、慶応、学習院の三大強豪を破って、対抗試合に全勝したら、アメリカに連れて行きましょうと言った。この年の秋、 総武4年目の早稲田大学が競合たちをなぎ倒して全勝した。外の教授は唖然としたが、安倍は大熊総長に直接会って掛け合った。いいだろう、と大熊は答えた。1905年の理事会で臨時予算が5500円踏まれた。掛け合って二等選出の値段で一等選出に泊まった。サンフランシスコで野球道具を買ったが、アメリカ人が払ってくれた。 7勝19敗であったが、試合の態度でアメリカ人を称賛させた。アメリカ滞在中、日本海海戦で日本は勝利した。安倍はギガについて否定的な考えの持ち主だった。日本で初めてこれを行ったとされる、早稲田大学の泉谷広四鉢を卑怯である。武士道に反すると言って、よく叱っていた。しかし、早稲田大学が1905年に、 アメリカ遠征をした時に議だが大いに行われて、いたので、安倍もしぶしぶ、やってよろしいと認めるようになったという。妻の駒夫との婚約と結婚は、安倍21歳児、31歳児と離れているが、問題があったわけでなく、安倍の留学と駒夫の学業のためである。安倍にとって駒は愛妻であると共に友であり、良き話し相手であった。明治末期に、 理想の夫婦を実現している。安倍は家庭生活を重要視していた。安倍の子供を整理すると、安倍は教育にあたっては子供の主体性を重んじたが、遠足は強制していた。しかもその距離は半端でなく32キロとか36キロというもので、中年になっても妻と長い距離弁当持参でハイキングに行った。安倍71歳児富士登山もしている。 1917年に始まった早稲田騒動は、学長の座をめぐっての紛争事件である。安倍は一方を支持したが、理事や高等余課長を辞任している。日だ水州によると、安倍はもっと厚遇されるべきであるが、安倍は不満を漏らしたことはなかった。便利やユーティリティマンと称して与えられた仕事をこなした。野球における団体生活がその背景にあると漏らしている。 野球部長のみならず、競争部長、早稲田大学公共学団初代部長、大学から金を引き出すために、安倍を利用した話がある、図書館館長などを務めた。かのうじごを助けて1912年のストックホルムオリンピック大会の国内委員も務めた。など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。